パナソニック木質床材新名木フローリング 145mm 幅施工手順のご紹介。新名木フローリング 145mm 幅を美しく仕上げていただくためのご注意と施工手順をご紹介します。製品の保管・取り扱い。製品は施工の直前に開梱し、開梱後は放置せず、すぐに施工してください。製品を保管するときは水平に置いてください。壁などへの立てかけはしないでください。下地や床材は絶対に水で濡らさないでください。サネブは破損しやすいため、落下や角部のあたりには十分注意してください。施工・切断作業の際は防塵対策を取ってください。必要に応じて保護マスク・保護メガネを着用してください。施工の手順は次の通りです。下地組。新名木フローリング 145mm 幅は合板捨て張り下地専用です。木造在来工法の合板捨て張り下地および木造根だれす工法の下地に対応しています。根だのみや合板の代わりにパーティクルボード、石膏ボードを使用した下地には使用できません。コンクリートやコンクリートの上に根だを置いた転ばし根だの下地にも対応していません。木造在来工法の下地。木造在来工法の下地は大引きの上に根だを直角方向に組みます。大引きは909ミリ間隔で、根だは303ミリ間隔にしてください。大引きは90ミリ3寸角以上、根だは45ミリ1寸5分角以上、ともに含水率 15% 以下のものをお使いください。根だを組んだら、次はその上に合板を固定していきます。合板は12ミリ厚以上、含水率 13% 以下のものをお使いください。合板の小口の継ぎ目が根だの上に来るようにしてください。合板の接合部の段差は1ミリ以内にしてください。木造根だれす工法の下地。木造根だれす工法の下地は大引きを1000ミリ間隔で並べます。大引きは90ミリ3寸角以上、含水率 15% 以下のものをお使いください。木造根だれす工法の場合は大引きの上に構造用合板を固定していきます。合板は24ミリ厚以上、含水率 13% 以下のものをお使いください。合板の小口の継ぎ目が大引きの上に来るようにしてください。合板の接合部の段差は1ミリ以内にしてください。仮並べ・割り付け。製品の梱包には施工説明書が入っています。必ず施工の前に内容をご確認ください。床材のデザイン性を生かしたり、突き上げを防ぐために2尺ずらし、または3尺ずらしの軟弱張りをおすすめします。新名木フローリング 145mm 幅はばらつきを強調し、本物の無垢感を表現しています。また
横目地1本と2本がランダムに同梱されていますので、目地が揃わず自然なばらつきを持たせるため、仮並べをして適度なばらつき感を持たせ、張り上がりのバランスを調整してください。木造在来工法の割り付け。割り付けをするときは床材の方向にご注意ください。木造在来工法の場合、根だと床材の長辺方向が直角に交差するように割り付けます。木造根だれす工法の割り付け。木造根だれす工法の場合、土台または大引きと床材の長辺方向が直角に交差するように割り付けます。下地合板の継ぎ目と床材の継ぎ目が重ならないように注意してください。床材の接着。指定の接着剤は室内空気環境に配慮した TVOC 対象商品です。裏面の接着には専用ウレタン接着剤をご使用ください。市販の1液型ウレタン接着剤をご使用いただく場合は TVOC 対策品をお使いください。サネブも接着される場合には専用ボンド一般タイプをご使用ください。踏みなり、浮き上がり、床材の伸縮を防ぐために下地合板に接着剤を塗布し、床材裏面を接着してください。端も塗ってください。接着剤は303ミリの間隔で、直径4から5ミリの棒状に塗布してください。塗布量の目安は1メートルあたり20グラムです。接着剤は指定通りの塗布をお願いいたします。接着剤は指定のものをご使用ください。サネブも接着される場合は、メザネ全体に塗り残しがないように接着剤を塗布してください。塗布量の目安は直径2から3ミリの棒状で1メートルあたり9グラムです。張り込む際は当て木を当て、木槌などで軽く叩いてサネを差し込んでください。無理に叩き込んだり足で蹴ったりしないでください。当て木の当て方にも十分ご注意ください。直接叩くと欠けやサネの潰れの原因となります。継ぎ目からはみ出したり床材の表面についた接着剤は湿った布で速やかに拭き取ってください。釘打ち、ステープル打ち。フロアの固定には長さ38ミリ以上のステープルまたはスクリュー釘をご使用ください。フィニッシュネイルやブラッドネイルは保持力がなく、目すき、突き上げの原因になりますので使用できません。ステープル打ちの場合、空気圧を調整してから施工してください。長辺側の固定は荷重をかけて下地に密着させて、ステープル打ち、釘打ちともにおざねの部分を303ミリ間隔で行ってください。長辺側の固定は7箇所になります。短辺のおざね部は1箇所固定してください。固定しないと目すきや突き上げの原因となります。釘打ちのご注意。釘頭はポンチで沈め打ちしてください。釘打ちはおざね部に45度から60度の角度で打ち込んでください。釘頭の出過ぎ、潜りすぎにご注意ください。仕上がりチェック、養生。
施工後は表面の傷や浮き上がりがないか確認して仕上がりチェックをしてください。チェックが終わりましたら、傷や汚れを防ぐためにビニールシート、発泡シートなどの養生シートを敷き込んでください。養生シートは床全体を覆い、床用養生テープで固定してください。養生シートはフラットタイプを使用してください。エンボスタイプはツヤムラや養生シートの跡が残る場合がありますので使用しないでください。養生シートは必ず壁際、サッシ際まで敷き詰め、床全体を覆ってください。養生シートで覆われていない部分は直射日光などにより変色する場合があります。養生テープは床用養生テープを使用してください。梱包用テープやガムテープ、両面テープなどを使用されますと粘着力が強いため、床材表面が剥がれたり接着剤が残る場合があります。養生中は雨水やペンキなどが養生シートに染み込んで汚染が生じることがありますので注意してください。ワックス掛けについてのご注意。表面保護のためにワックスをかけることはできますが、必ず水晶品をお使いください。水晶品でない場合は被膜により当初の表面性能を発揮できなくなりますのでご注意ください。